ドイツ少数民族はポーランドに居住するドイツ系住民の政治的、法的地位の確立やシロンスクの伝統及び環境法事、近隣地域住民との交流を選挙プログラムに掲げて活動する民族政党である。本校ではドイツ少数民族以外のドイツ系政党の説明も合わせて行う。1990年にオポーリ県で実施された。 上院補欠選挙の時に比例代表方式選挙のためのドイツ系民族の組織が形成されたのがきっかけである。その翌年1991年に行われた議会選挙では2つのドイツ系政党が候補を擁立したが全国リストへの登録要件である一選挙区につき5000名以上の署名を集めることができたのはオポーレを本拠地とするドイツ少数民族のみであった。 この選挙では政務においては1.18%の得票を得てなら議席を確保した。また、セナトでも1議席を獲得した。少数政党の乱立を防止し、安定した政治運営を図るため、1993年の議会選挙からは5%の議席阻止条項が設けられたが、MN に関しては新たに設けられた少数民族条項の適用を受け、 阻止条項の対象外となった。1993年と1997年の選挙では MN の母体となっているシロンスクオポレのドイツ人、社会、文化協会もしくはドイツ社会、文化協会がそれぞれ候補者を擁立している。2001年以降は MN の名称で候補を擁立し、1議席から2議席を確保し続けている。 オポーレ県における2007年選挙でのドイツ少数、民族の得票率参考文献をもとに作成。なお、セナトでの議席は1993年以降の議会選挙で獲得していない。ありがとうございます。